皆さんこんにちは。 YouTube 姓名判断のスガティでございます。皆さんなんかいつもと違うなって思ったりしましたかね。まだ私も YouTube 始めてちょうど1ヶ月ぐらいなんですけども、いつもご覧になってくださってる方にとってはちょっとオープニング最近というかね、今日変わったなって思いましたね。スガティもですね、ちょっと今までオープニングとエンディング同じような音楽使ってたのは、あれ著作権フリーの素材を使ってたんですけれども、今日からですね、私の友人でこの群馬を代表するロックバンド G フリークファクトリーって言うんですけども、彼らの音楽をちょっと使わせていただくことになりました。これからもよろしくお願いいたします。じゃあ今日はそんなわけで、G フリークファクトリーをですね、皆さんに紹介しつつ、姓名判断なんかも頼まれてもないようにしてみようかと思います。勝手に。それでは最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。はい、それでは今日もよろしくお願いいたします。早速ですが本題に入らせていただきたいと思います。今日で多分32回目の配信になるんですけれども、今日のテーマは G フリークファクトリーを特集してみたいと思います。私 YouTube デビューしてちょうどね1ヶ月ちょっとぐらいなんですかね。はい、スガティチャンネルではオープニングとエンディングに著作権フリーの素材を使用してきたんですけれども、なんかある方から著作権フリーのね音楽でもなんかあった場合トラブル招きかねないんだよっていうのをねアドバイスいただいてちょっとその言葉にビビっちゃった私はですね、まあかれこれ34年来になりますかね、友人でもあります G フリークファクトリーのボーカル茂木宏明氏にですね、G フリークファクトリーの楽曲をこういうわけでちょっと使わせてもらいたいんだけどと、打診してみたところ、まあ、心よく OK してくれましたので、スガティチャンネルは今後 G フリークファクトリーとともに発展していく所存でございますので、はい、末永くよろしくお願いいたします。はい、スガティチャンネルをですね、まあ、今日初めて見た人も多いかと思うんですが、まあ、今まで見てた人にとってこの G フリークファクトリーをね、じゃあご存知ないよという方のためにちょっと紹介させていただきますと、この劇場版このちょっとちっちゃくしたよ、全部入る、よし、入った。はい、知ってますかねこの映画、面白いのこれ。お前はまだ群馬を知らないって言うんですけどね。まあ、漫画から、そしてドラマ、映画ってやって、すごい面白いんですよ、これ。まあ、私は漫画は見れてなかったんですけども、ドラマ、日テレ系で深夜やってまして、めちゃめちゃ面白いんですよ。もう、スガッティが住む群馬をですね、まだ来たことない方とか、よく知らない、群馬ってどういうところなんだろうってね、遠くの方、思ってるかと思うんで、ちょっと目立たない県ですからね。東京の上に埼玉があって、埼玉の上に群馬があるんですけれども、まあ、東京までだいたい1時間ぐらいですかね、新幹線や高速道路で。ただ、遠くの視聴者の方はですね、まだ群馬よく知らないかと思いますんで、ぜひですね、このお前はまだ群馬を知らない、これを、ご覧になっていただきたいんですね。とっても痛快です。面白いです。これご覧いただけば、あ、なんだ、群馬って、そういうところなんだって、きっと分かっていただけると思います。ほぼ、こんな感じです、群馬って。本当にね、面白いんです。あ、ちょっと話出しちゃいましたが、でこの映画の、テーマソングを、我らが G フリークファクトリーがですね、やらせていただいてたんですね。はい、とても映画にもマッチしてたし、はい、面白かったですよ。改めまして、G フリークファクトリーとともども、スガティチャンネルをよろしくお願いいたします。ちなみにですね、先日、まあ、先日って言っても去年かな、多分、ラブミュージックっていうね、音楽番組の注目のアーティストというコーナーで、俳優の生田斗真さんが、ロックとレゲエを愛する4人組のバンドで、ものすごくライブが熱いんですよと。で、いろんなバンドの仲間たちが、なんでも、この生田斗真さんね、年間50回ぐらいライブハウスで、こういう、なんていうんですか、音楽コンサートっていうか、ライブコンサート見に行くんですって。大きいのもちっちゃいのもね。だから、バンド仲間がたくさんいらっしゃるそうなんですよね。で、その、いろんなバンド仲間たちがみんな大好きなバンドとして、注目してるんですっていうことで、G フリックファクトリーを紹介してくれたんですよ。はい、嬉しかったですね。その映像はちょっとお届けできないんですが、こんな感じで、はい。ね、ラブミュージックなゲスト、生田斗真。清野菜名さんと、この間ね、ご結婚発
表されたばかりでおめでたい顔してますね。この頃からやっぱり幸せに満ち溢れてたんでしょうね。そして100ミュージックのゲスト生田斗真さんがですね、ちょっとピンボケしちゃって見づらいか、G フリークファクトリー注目のアーティストとしてね、紹介してくれたんです。はい、嬉しかったですね。それからですね、僕は生田斗真さんのことを好きになりました。はい、フォローバックっていうんですかね、フォローしてくれたからもうこっちもフォローバックって感じでもう好きになって、で清野菜名さんともご結婚されたからもう羨ましいし嬉しいし。ちなみにこのラブミュージックっていう番組はどうなんだろう、全国でやってるのかな。もし全国でやってない、見たことないよっていう方はですね、簡単に説明させていただくと、司会がね、 MC が森高千里さん、可愛いですね、森高千里さんと、そしてアンジャッシュ渡部さんなんですよ。ね、これ、G フリークファクトリーを説明して、熱弁してくれてる生田斗真さん。なんか今、ニュースな人が多いですよね。生田斗真さん、清野菜名さんとご結婚されて、おめでたいニュース。そして、渡部さんもね、ちょっと、ニュースな男でありますよね。そろそろ、G フリークファクトリーにもニュースが届くんじゃないかななんて思ってましたらですね、来ました。ダーン !2020。7月15日リリースって書いてありますね。ちょっと見えますかね、アップしちゃおう。よいしょ。ほら。ヴィンテージですよ。これ、14曲入ってます。もう、見たら、Amazon とかで、予約でもう、受け付けてますんで、はい。スガッティも早速予約させていただきましたけれども、はい。こちらが4人のメンバーですね。こんな感じで。皆さんもぜひ、これを機にですね、G フリックファクトリー、聞いてみてください。とてもかっこいいです。なんかジャンルで言ったら、生田さんも言ってたんですけど、すごくジャンルにとらわれず、ロックだったり、ラップっぽかったり、レゲエっぽかったりみたいな感じで、どういうんでしょうね。私はちょっと専門的なこと知らないんですけども、他にない感じのサウンドで、とてもかっこいいですよね。はい、そんなわけで、今回は、頼まれてもいないのに勝手に、G フリックファクトリーのバンド名と、4人のメンバーの画数を検証してみたいと思います。すいません、勝手に。失礼します。はい、こんな感じです。まずは G フリークファクトリーね、こういう文字で全部数えました。すごく頑張りました。36画。そしてカタカナ表記ではこんな感じです。ウィキペディアとか、あとはアルバムのジャケットなんかを確認しましたら、すべて大文字の G-FreakFactory がどうやらね、正式なバンド名のようなんですが、これだと36画で、これとっても不祥事の多い数字なんですよ。で、ね、深い奈落の底に落ちてしまいかねない、そういう数字なんですね、36画って。非常に、危なっかしいんですよ。不祥事が多い。スキャンダルスな数字なんですね。カタカナ表記のこの24画はですね、超大吉数なんですけれども、そもそもカタカナでこの G フリックファクトリーって表記してるのはあんまりね、見た記憶がないんですよ、私。大体ね、こう、ローマ字で書いてあるんですけども、ただ、たまに見かけるのがですね、この G フリークファクトリーってね、G と F と F の頭文字だけ大文字で表記して、あと小文字っていうパターンもよく本当に見るんですよ。で、これだと、カリスマ数の29画なんですね。大吉数になるんです。なので、誠におせっかいな話ですが、今後はこっちのね、G フリークファクトリーを正式なバンド名にすると、運勢がガゼンアップします。これびっくりするぐらいアップします。36から29だとビヨンっていうの効果てきめんです。はい、続きましてメンバーの画数も検証してみます。まずは原田くんですね。原田、下の名前なんて読むんだこれ。時政とかっていうのかな、年政とかっていうのかな、ね、季節の木に制圧とか制服とかのせいですよね。彼ともですね、私、そうですね、知り合って、もう29年か30年ぐらい経ちますけれども、上の名前でいつも呼んでたんで、下の名前改めてこう見たの、字面で見たの初めてですね。すいません。はい。1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所の総画31画がベースになっています。素晴らしい数列なんですね、これ。びっくりしました。はい。頭脳明晰な大器晩成数31画です。とてもね、原田くんを見たところ、頭脳明晰なようには見えないんですよ。でも、実際どうかわかんないですよね。すごいもしかしたら頭脳明晰なのかもしれないね。はい。そして大器晩成だからいいじゃないですか。これからまたさらに伸びますよ。
ね、31か。さすがですね。あの美しいギターの音色っていうのは、この画数から奏でられていたっていうことなんですよね。とてもですね、彼、原田くん、とても体が大きくてですね、まあ、図体、あの大きい図体からね、どうしてあんな繊細なギターの音色が奏でられるんだろうと。不思議で不思議でたまらなかったんですよ。見た目はですよ、すごくこう、大雑把なのかなと思いきや、とても繊細なんですよ。そしたらこういうね、31角がね、ここなんじゃないですか。素晴らしいですね。例えば同じ31角、ミュージシャンでは小室哲哉さんとか、あと TOKIO だと城島リーダーとか、松岡さんも31角なんですよね。続きまして、吉橋よしのぶゆきさんですかね。こちらはベースを担当していらっしゃいます。ごめんなさいね。お会いしたことは、あって、自然堂にも飲みに来てくれたことあったんですけども、フルネームで見たのはちょっと初めてで知らなかったのですいませんね。読み方は間違ってたらごめんなさい、ほんと。調べとけって言うんだよね。1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所の総角33角が、こちらはベースになっている。こちらも素晴らしい画数なんですね。すごいです。23、33ってね、3系列いっぱい持ってる。どんなジャンルでも頂点を取る帝王数33角です。例えばミュージシャンでは、矢沢永吉さんとか33角、桑田佳祐さんも33角だったりします。あと小沢健二さんとかね。はい、33角。すごい、てっぺん取ってる人ばっかりでしょ？すごい数字なんですよ。そして、渡部、ポン、ひろゆきさんっていうんですかね、ちょっと読み方ごめんなさい、知らないんだけど、ドラム担当してらっしゃいます。ごめんなさいね、僕、もしかしたらお会いしたことないかもしれない。すいません。読み方間違ってたら本当謝ります。すいません。でもね、画数がまた素晴らしいじゃないですか。こちらの方は7系列が2つ。ね、17、47の。これまた素晴らしい画数なんですよ。大吉数ばっかりじゃないですか、このメンバー。やばいですね。グループで活動することに運勢がアップするパートナー数47画です。例えば、47画のミュージシャンだと、小田哲郎さんとか、ミスルの桜井さんなんかも47画だったりするんですね。素晴らしい数字です。G フリークファクトリーって、こんなにね、大吉メンバーが揃っていたっていうのは本当に驚きなんですよ。吉数と凶数の割合っていうのは半々なんですね。50-50。だいたい同じぐらいの数、吉数と凶数って あるわけですから、普通ね、確率的には4人集めたら、2人は凶数、2人は吉数っていう確率が普通なんです。でも、実はね、今回スガッティチャンネルで、G フリークファクトリーのメンバー特集しようと決めてみたはいいものの、どうしよう、みんなね、大凶揃いだったらって、ちょっと、ヒヤヒヤしてたんですよ。さすがに今回だけはね、音を使わせていただくからには、忖度しようかなと、ちょっと頭をよぎってみたのですが、もう心配することないね、大凶なのは G フリークファクトリーっていうね、バンド名だけで、もうメンバーは、肝心なモテキヒロアキの画数を検証 し忘れてましたね。デレレン、デレレン。怖い怖い。クワバラクワバラ。いやー、どうしようかな。悪い画数だったらちょっとね、伝えにくいなーなんて思ってるんですよ。っていうか、それよりね、まあ、もう彼のモテキ君の画数はともかく、この動画だけさ、なんか再生回数伸びないなみたいな、だったらちょっと面目ないんですよね。次会った時ちょっと気まずくなっちゃったりなんか、なんかね、案外気にしなそうで気にしそうですしね、こういうこととか、画数のこととかもね。はい、もしかしたら気にしちゃうんじゃないんでしょうか。私も今、ヒヤヒヤドキドキしてるんですよね。はい、さあ最後は、G フリークファクトリーのボーカル、モテキヒロアキの画数を検証してみます。さあ、緊張してまいりましたね。ちょっと見えてきたのは絵文字でした。すいません、ドキドキしてますね。皆さんにも伝わるでしょうか、このドキドキと。その前に、はい、これ本邦初公開だと思うんですよ。私見たことないんで、はい、モテキヒロアキくんのですね、お宝画像、卒アル画像をご紹介したいと思います。これファンの人も多分見たことないんじゃないかな。はい、必見です。ちょっと画面キャプチャー撮る準備してくださいね。はい。いいですか？あ、ちなみに、そう、本人了承済みです。このね、卒アル出していいですかって言ったら、おい、行きましょうつって、ノリノリで LINE のお返事くれましたんでね。いいじゃないですか。はい。それでは、本邦初公開ですよ。卒アル画像、モテキヒロアキ。今はね、あんなイエス・キリストみたいな感じで、もじゃもじゃ頭ですけども。さあ、これは高校3年生の卒アルです。
校庭でね、あ、他の生徒さんもね、こう、ぼやかしてますから、はい、安心してください。ちょっと大きくしようかな、画面サイズに。ディーリン、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 なんか停電になっちゃいそうですね。ディーリン、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 ディーリン。じゃあ、これです。はい、どうでしょう。ね。いい学校なんですよ。我々がね、卒業した学校。なんと、まあ、群馬県ですけれども、ミュージシャンで言うと、布袋さんですね、ギタリストの。元ボーイのね、布袋寅泰さん。いや、布袋先輩って呼びましょうかね、あえて。布袋先輩の母校なんです。我々、後輩なんです。はい。いいでしょ？皆さん、ほら、こうやって、おしとやかに、手はお膝してるじゃないですか。ね。みんな礼儀正しい学校なんですよ。キリスト教の学校なんですよ。別に私も、茂出木博明も、別にね、クリスチャンってわけじゃないんですけど、でもね、多くの生徒さんが、クリスチャンが多くて、敬虔なクリスチャンが多いんですね。ご覧ください、この足。ちょっとぼやかしてるけど、わかるでしょ？このピッと揃ってさ、お膝にテンって、こうね、手を添えてる感じ。みんなね、いい生徒なんですよ。そんな中、なんか一人だけなんか変な人が紛れ込んでますよね。おかしいでしょ？ほら、隣の子だってみんなこうやって、男の子でしょ？こっからこっちが多分男の子なんでしょうね。こっからこっちが女の子っぽいじゃないですか。でもほら、みんな、列を乱さず、ね、ピンとして、シュンとして、手を膝ってして、ピリッとして、足揃えてって感じでしょ？どうしたんですか？一人だけこの人。おかしいでしょ？紛れ込んでますよね。ちょっと、アップで見てみましょう。これピーってやってもいいんだけど、アップで写真撮りました。じゃーん。ほらー。かわいいですね。どうですか、みんな手におひ、手はお膝してんのにさ、足揃えて。こう、なんですか、この、おぎおぎの悪さ。ギター、不思議ですよね。カメラマンの人は、ちょっと一人変なのがいますね、とかさ、ちょっと、今だけギターを置こうかとか言わなかったんですかね、これ。なんでこのギターを持ったまま来ちゃったんでしょうか、この人は。根っからのもうね、ミュージシャンなんですよ。本当に。ね。かわいいじゃないですか。これが18歳ですかね。高校3年生の頃です。ねえ、はい。こんな時代もありました。卒業者、おっと？こうなると、やっぱりね、流れ的にスガッティの卒アルも、ちょっと気になりますよね。やっぱりね。お見せしないと、やっぱフェアじゃないかなと思って。わかりました。お見せしましょう。こちらも多分本邦初公開です。私こんなの見せたことはありませんから。そもそも卒業アルバム私なくしちゃったんですよ。引っ越しがね、10回ぐらい引っ越ししてるんで、その間にね、どっかでなくしちゃうんじゃない。でもあるんですね。画像だけ持ってるんで。で、こちらも本邦初公開です。はい。てーれん、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 てーれん。こちらはね、テニスコートで確か撮ったんですよ。あ、もう見えちゃった。もう見えちゃった。一番上の段にいましたね、なんかね。てれーん。こちらがスガッティでございます。はーい。いかがでしょう。ほら、みんな、女子は足も揃えて、手はお膝、ね。男子だってさ、手はお膝してるでしょ、みんな。いい子だよね。そう。みんなね、礼儀正しい学校なんですよ、生徒さん。きっと、布袋先輩も礼儀正しかったはずです。はい。そん中、やっぱり一人だけ明らかに変な人いますよね。なんなんでしょうか、この二人は。この人にしても。この人にしても。ねえ、なんか抱きかかえてますよね。それでは、こちらもアップでご覧いただきましょう。停電、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 停電。やばいやつじゃないですか、これ。ちょっと、若いですね、確かにね。何抱っこしちゃってるんですか。もうね、この子がいないと、僕授業を受けられなかったんですよ。もういつでもこの子抱っこして、ずっと、授業中も休み時間もずっと肌身離さずね。抱っこしてたんです。僕もうそういう女の子みたいな子だったんですよ。今でも女の子みたいですけどね。で、暑いからって言ってね、もうこう、みんなきちんとね、上着着てるでしょ？暑いの嫌だって言ってね、ダダこねて脱いだんですよね。ちょっと頭おかしい人ですよね。すいませんね、なんか本当に。こういう感じで、まあこのまま脱線してたんですよ、私はね。すいませんでした、本当に。はい。それではですね、寄り道はこの辺までとしまして、Gフリックファクトリー、茂出木博明の活動、結果発表いたしましょう。はーい。てーでん、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 ドキドキしますね。はい。てーでん、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 てーでん。なかなか出てこないな、これ。どうした？お、あ、まだドキドキしてんのね。いきますよ。さあ、じらしてもしょうがない。
茂木ひろきボーカルを務めております。さあどうでしょう、デレーン、はい、こんな感じの数列です。35画、1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所の総画35画が根っこになっていますね。え、よかったです、吉数でした。もうヒヤヒヤしてたんですよ。それよりも4人中4人とも吉数っていう確率 ほとんどないんですよ。これ珍しいんです。じゃんけんを4回連続で勝つくらい難しい確率なんです。まあできなくはないんですけどね。でも4回連続勝つって結構難しいんですよ。それが G フリックファクトリーなんです。素晴らしいですね。ただね、やっぱちょっと優しい数字なんですね。この縁の下の力持ちとかね、内助の功っていうのはこれ女性のためのキーワードですよね。でディフェンス、守りの数字なんです。気弱とかね気弱、ああ見えて気弱なんですよ本当は自分よりも人のために頑張れる縁の下の力持ち数35画なんですね。人のために頑張るっていう数字なの、サポーターのための数字なんですね。例えばミュージシャンっていうね、くくりでいいのかどうかわかんないですけども、まあ昔ねミュージシャンでしたから、陣内孝則さんとか、あと上地雄介さんが35画です。上地さんなんかちょっと僕あの顔じゃないですよ、顔じゃなくて雰囲気がすごく茂木宏くん似てると思うんですよ。すごくさ、こうあっけらかんつかカラッとしてて、でなんか元気リンリン、もうね元気印みたいな感じで明るくて、それでいてほらアーティストのね要素もあって、で情熱的じゃないですか。彼もとても熱いですよね。で茂木宏明君もね、暑苦しいぐらい暑いんですよね、あの暑苦しさがありながらもう根がとても優しいんです。上地さんとかと同じように、もう数字にもね出てるようにとても優しい数字なんですよ。正直言ってね、私もう34年ぐらいのね付き合いですけども、彼が例えばね誰かを悪く、誰かの悪口を言ってるとかさ、誰かと言い争ってるとか見たことも聞いたこともないんですよ。で誰かが茂木宏明の悪口を言うとか、あいつ嫌いとか言うのも僕は聞いたことないんですよ、一回も。そういう男なんですよね。もちろんね情熱的で熱い男ですから、言い合いはするんですよ。いやそうじゃないだろこうだろうとかってちょっと話すとね、もうすごい倍にも3倍にもして返してくるんで、すごく情熱的で熱いところがあるんですけれども、でこれね仲間思いなところがあるんですけれども、かといってじゃあ争う、人と争うかっていうと一回も争ってるとこ僕は見たことないんですよね。はい、そういう男なんですよ。でもそう、そういうね35画っていうのはちょっとねいい人すぎる数字なんですよ。これ実はあのアーティストにはね、で運気を周りの人にはいどうぞ、はいどうぞ、はい持ってってみたいな感じでどんどんこうパスする、アシストする数字なんです。だからもちろんねいい人になるなとは言いませんが、これからは運をこうねギブギブギブ、あげるあげるあげるばっかりじゃなくて、きちんとテイクできるように、運をみんなに配るだけじゃなくて、今後はたくさんの運を集める、そういう数字を名乗ってほしいんです。私はねこっちの専門なんで、なので頼まれてもいないのにこのね原因は広明の広の字、これがちょっと優しくしちゃってるんですよ。なのでこの部分をこっちの浮かんむりの広しに変えるだけで、もう 1,2 年で劇的に運勢急上昇します。これはい 1,2 年で、なので誠におせっかいな話ですが、ミュージシャンとして今よりもっと活躍の幅をさらに広げるためにも、芸名茂木宏明をおすすめしたいと思います。そしてバンド名もぜひね、この G フリークファクトリー、この小文字のファクトリー、フリークファクトリー、これにもしね統一できるんだったらより最高です。はい、今回は以上です。視聴者の皆様、スガッティチャンネルと G フリークファクトリーをよろしくお願いいたします。はい、いかがでしたでしょうか、ね、このエンディングのテーマも、G フリックファクトリーにしてます、はい、そうですね、皆さんもですね、これどうでしょう、こういうこれぐらい破天荒に生きてみたらどうでしょうかそういうこと言わないですけどもね、私はすみません、はい、そんなわけで、今後もさすが T チャンネル、G フリックファクトリーの音楽とともにですね、ちょっとリニューアルしましたんで、引き続き視聴チャンネル登録もしてください。 G フリックファクトリーも多分ねチャンネルやってるんですよ。僕はフォローしてるんです、登録、チャンネル登録してるんですけど、ぜひ皆さんですねチャンネル登録してもらって、 G フリックファクトリーもですよ。でこれをね、ほら7月にさ、あれ どこだっけ、これ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 、はい、7月に
リリースしますんで、ぜひご予約ください。よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。最後までありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。Na na 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 na